はい、おはようございます。イズログです。はい、で今日は、もう物置をここ完成させないと、部屋片付かないんでやっていきます。まあ、一応ここにあるデコボコ、上の表面のデコボコっとした石を切れ込み入れてちょっと叩いたりして砕いて砂利にして、まあこっち側に戻すみたいな、そんな感じで整地していきます。で最初はでもディスクグラインダーのコンクリート切るやつでバリバリ切っていきます。じゃないとまあ無理なんで、最初はですねバッテリー式のやつでやっていきます。まあ、すぐなくなるとは思うけど、あれですね、節電のため、まあ、一応バッテリーのやつから使い切っていきます。はい、ですね、久々の動画になります。まあこれですね、ぶっかえた外のコンクリートとかを、まあ、適当に散りばめて、砂と砂利を入れないモルタルだかなセメントで固めただけなんで、結構弱いっちゃ弱いっすね。あれ、なんかグラインダーだと太いんで、まあ、どうせ出すのが面倒くさいから手でしてたハンマーですね。ハンマードリル持ってたんで、それでやります。まあ、ハンマーっていうのは、まあ、電気ドリルハンマーの、ハンマーの、アパッチの方ですね。で、何がダメだったかっていうと、もう、石ぶっかくのめんどくさいから、とりあえずその、ギャップを埋められればいいから、でっかい石の塊だけを使った感じですね。で、何がどうギャップだったかっていうと、まあ、かなりね、動画で感覚空いちゃったから、わかんないかなと思うんですけど、ここすごい浸水がひどかったんですよ。浸水じゃないか。もともとですね、土地の概要書取り要請で、調べてみたところ、水田です。で、おそらくこの地域で一番古い建物になります。で、その時にまだ区画整理が立つ前にこの建物できてて、この建物ができた後に徐々に区画整理ができていったそうです。で、一時期僕の家、この家の前ですね、狭い通りなんですけど、バス道路だった時期もあるそうです。まあ、要は、この五条目の町に産業がポツポツでき始めて、まあ、人が、戸建ての家が増え始めて、それで、バスが開通したり、バスが通り始めたりとか、まあ、した時に、まあ、バス道路になったと。で、道路作るんだったら、ちょっと、やっぱり元々の農園だった泥の向かった道は走れないじゃないですか。なんで、やっぱりその改良ですかね。道路にするために、土持って、砂利入れて、コンクリを入れるのに、まあ、土高くしないと、地面が徐々にこう高くなっていったっていう背景があるようです。で、その中でも、徐々に周りが、地面が立っていくのに取り残されていったっていうのがこの家だそうです。その時期ですね、まあ、一応土地の概要書からわかるに、確か昭和30年ぐらいですかね。戦後に、ここの家を建てた、家じゃないんですよね。もともとここ製材所で、製材所のなんか事務所だとか、あずま屋として、もっと建物の、検定率と、あと面積も小さかったんですけど、その後、ここに、その時、当時の木材屋を創業した人が、ここの区画だけを、切り取って筆分けして、自分の家にしました。で、その人が何だろうな、火事だったかな。なんかね、自分の家をなんか火事で燃やして、その新築の家を建てるまでの間の仮住まいかな、にしたそうです。それでここがですね、戸建て、土地の科目を変更して、まあ、戸建てになったと、住宅地にちゃんとして、準工業地帯じゃなくて、住宅地にして家建てたっていう経緯があります。なのでやっぱりこの時代っていうのはもう地面から直で、床下とあと根だにその地面からの湿気が当たるんですよね。もちろん泥なんで。で、今の住宅っていうのはその湿気対策で全部土間コンを打つと思うんですよ。ドマコン、まあ、ドマコンっていうとなんか、まあ、一応基礎の下ですね、地面の、
まあ、床下に当たる部分全部あの、コンクリート打つはずなんですよね。で、コンクリート打って湿気が床下のね、根だとか、構造材ですね、大引きとか、そこが腐らないようになってます。なんで、シロアリとかっていうのはないんですけど、まあ一応湿気が上がってくるもんで、根だですね。根だがその湿気を吸ってるのか吸ってないのか知らんすけど、反り方が半端じゃないんですよ。なんで床は落ちないんですよね。で、床が落ちる以上に床が盛り上がりますね。なんでかって言ったら、根だが、反ってきます。で、根だっていうのは別にその反り方っていうのは合ってて、重さを、に対して、重さを支える方向に反るっていうのは、まあ、これ大工さんが材を打つときになんかなんでしょう、丸太って張力あるんで、その張力は材にして切った後も実は生きるそうです。なので、徐々に徐々に反ってくるんですよね。で、木の年輪っていうのは丸くて、その丸い 年輪が、均等に引っ張り合うことで、木の幹っていうのは丸いそうです。五角形、六角形、八角形の木ってないんで、僕は知る限りは。なので、そういう張力っていうものは材になっても働くそうなので、その張力を考慮した上で、値段とかも貼られてましたんで、今はそれを値段貼ってます。で、まあ問題は、やっぱ雨が降っちゃうと、なんだろうな、水が染み出してくるんですよね。どっかかんかの浸透圧が来ちゃうんでしょうけど。まあなので、しゃあないなって感じですね。で、まあ秋田もですね、半日に1ヶ月分の雨が降るとかいう、なんか、わけっていうかもう異常な、雨量がありましたけど、その時も、やっぱり水は湧いてきましたね。したから。でも、この工事っていうか、この施工の回あって、前よりかは、全然、ひどくはないですね。だってもう、すごかったですよ。もうびちゃびちゃですよ。長靴じゃないと内入れなかったから、まあこれはやった甲斐がありますね。で、まあもう、本来もうちょいやり込んでおけばよかったかなっていうのは、もうちょいこの時点で、実はセメントで固めてるところってなんか板があるんですよ。コンパネがあるんですけど、おそらくそのコンパネも、剥がして、そのコンパネの下から地面の地上げをやった方が絶対に良かったなとは思ってます。なんで、そのコンパネの下から水入ってくるんで、で、あとはもう砂利を入れて踏んで固めて締めれば、まあいいかなっていう感じです。で、あとは来年ぐらいもう一回全部荷物出してやり直そうかなっていう感じです。はい。まあね。下を平らにしようと思ったんですけど、まあこれは終わらんですね。終わんなくて、無駄な作業なので、そうだね。結局この納屋の収容力をアップしたいっていうのが、まあ目的なんですけど、ここに、これですね。これが汚水管の蓋なんですよ。で、汚水管の蓋がね、まあ同様に、今物を置いちゃってるけど、ここ桑の下にあるんだよね。で、おそらくこれ汚水管がこう走ってるんですよ。なんでこの汚水管の線は舗装したくないんですよね。なので本来はここからコの字で棚作りたかったんですけど、まあ、ちょっとそれ一旦やめようかなっていう感じですよ。うん。で、今やってて思ったのが、まあ一応ここに棚があって、とりあえず棚をね、こっち側にびっしり作っちゃおうかなっていう感じです。それだったら上にある木材もあるし、まあいろいろ材はあるんで、それだったらまあ全然、まあいいんではないかという感じです。多分ここの収容力がめちゃくちゃ上がるんで、あと統一感とかね、全部置きたいんで、DIY 道具とかも、なので、多分この下がデコボコなのは、まあまあまあ、もう仕方ない。で、あとは、下に物を置かないで、下に置くのは、統一感とか、そういうもんで、
で、あとは、あとは、まあ、なるべくここ、こっち側だけ、こっち側の面に棚をバーって作って、こう、横で作っていこうかなっていう感じです。それだったら多分金かかんないっすよ。金かかるとしたらビス、打ち込むビス代だけで済むんで、まあ、それで変更なんで、とりあえずはまあ納屋のものを、とりあえずこっち奥に、片隅にとまとめますか。まあね、まあスペースがこう中途半端に狭いっていう感じですね。で、この納屋もちょっと困るんですよね。これ築フル、50万で買った築フルなんですけど、おそらくここを建てた人が材木屋だったし、多少その建築の心得とか大工仕事の心得っていうのは、絶対にあったと思います。で、今はもう動画でないんですけど、まあブログに書いたかな。大引きのこっていうのがあって、まだ多分チェーンソーが日本にない時代のフォレストワーカー必須の道具ですね。要はすごい長いノコギリがの取っ手が2箇所あって、チェーンソーで木を切る前は、二人でこうギコギコ一本を切ってたっていう歴史があります。短い時間ですけど。それがここにあったんですよ。っていうことはそういう心得があるし、これ、すごい釘が多いんですけど、あとこの納屋に、納屋も全部釘を打ち付けて、すごい乱暴に作ってあるんですけど、鉄トタンの上から、あれ、構造材に対して全部釘打ってるんですよ。だから、ちょっと釘抜きたくないんですよね。穴開いちゃう感じなんで。でもまあ、釘は裂いても嫌だし、まあ、しゃあないなっていう感じです。もうこれでダメになったら、まあ、ダメになったら、まあ、それでしょうがないですね。これ50年経ってるもんだから。はい、じゃあ、まあ、一応、そうだな。部屋の中片付けたいんで、部屋の中の、まあ、道具ですね、を一旦持ってきます。はい、今日の作業ですね、まあ、これから外出しますので、まあ、かなりね、まあ、今5時を過ぎたけど、まあまあまあ、なんかもう疲れが来たな。DIY の燃え尽き症候群みたいなのが来たんだけど、はい。まあ、やっぱり砂利を敷き詰めても、やっぱり水が出てくるんだね。まあ、もうちょいここはでも全部砂利は敷き詰めちゃっていいと思うんだよね。で、はい、あとは、これ下が下なんで、まあ、ここの棚を増設していこうかなと思います。棚の増設だったら、この、ね、ダメな木材も使えると思うんで、まあ、なかなか使い道はあるし、まあ、ただで作れるものが多くはなってきたので、まあ、それで、なんとかしのいでいこうかな、なんていう感じですね。まあ、あとはちょっと棚をばらして、で明日は、ちょっと午前中ジモティで、食器類を、くれる人が現れたので、まあ、それで行きます。それを取りに行きますので、まあ、ちょっと作業は遅れますけどね、まあ、ちょっとこの後は桜を見に行って、桜が、まあ、今年早いんだよな。なんで、まあ、桜が咲いてるようだったら、まあ、オープンを早めます。はい、まあ、かなり動画の編集遅れちゃったんですけど、まあ、こんな感じでぼちぼちやってます。今年もですね、10月の20日前後までのオープンです。今年はですね、五条根が大雨に見舞われたことと、おそらくこの大雨が風物詩になってくる可能性が大ですね。なので、どうなんだろうな。今年じゃなく来年からオープンするかどうかっていうのはちょっと微妙になってきました。っていうのも、まあ、僕自身が自分に足りない勉強をね、鎖国じゃないですけど、足りないところをちょっと勉強する時間もあるし、あとはまだね、電工2種の免状が来てないんで、ちょっと露出配線の電線が不便っていう側面もあります。でもまあ今年はオープンしてますんで、まあ、ちらっとこう覗きに来たい人はまあ来てみてください。ではでは。